オロソルはメキシコの首都メキシコシティ東部にある屋外コンサート会場兼野球場。1995年にエルマノス・ロドリグス・サーキットのコースの内側に建設された。野球場として使用されるようになったのは2000年からのことである。野球場としては2万5000人収容。ローリングストーンズ、デペッシュモード、U2、マドンナ、ブリトニー・スピアーズ、シャキーラ、 コーン、マリリン・マンソンらが東海上でコンサートを開催したことがある。野球ではメキシカンリーグのメキシコシキレット・イーグルスが本拠地にしている。フィールドの広さは左翼326フィート、左中間402フィート、中間417フィート、右中間377フィート、右翼33フィート。2009年3月開催の第2回。 ワールドベースボールクラシックでは、一時リーグプール B の会場として、地元メキシコ、前回大会準優勝のキューバ、オーストラリア、南アフリカの4チームがこの球場で試合を行った。標高約2300メートルの高地に位置しているため打球が非常に飛びやすく、これは標高約1600メートルで打者天国と呼ばれる米国、デンバーのクワーズフィールド以上だとされる。 そのため、WBC では投球場で行われた6試合で合計28本もの本塁打が生まれた。ありがとうございます。